ちらがそうですね、すごい、こんな感じで、そんな冷たくない ね、でこっち、うん、こっちから行けるって感じです。どこ、あそこ、うん、どこどこ、ちょっと待って、皆さんこんにちは、食べてたらつぶです。今回は川の始まりを探った何それ今回は神通川です。あれやったよね、3年前です、ね、そうだよね、当時だってチャンネル登録者数1万人ぐらいの時だよ。もうみんな知らん。さあ神通川というのは富山県の真ん中を流れる富山最大の川となっておりまして、県外の人だったら痛い病で知ってる人も多いかと思います、うん、3年前神通川企画やった時、岐阜県の県境あたり、長野方面が高原川と、そうそう、岐阜方面が宮川と言われております。そうだから前回は高原川と宮川がくっついた神通川の始まりだったもんね。そうなんです。こんなぬるい企画で終わっていいんだろうかっていうということで、今回は日本海側と太平洋側の分かれ道である宮川の上流に行きたいと思います。こちらの神通川は歴史も深くて、もともと富山城の横、今の富山県庁と富山市役所のところを通ってたんですね。イタチ川、どちらかというと桜で有名な松川沿いが神通川本流の名残となっております。へえ、知らんかった。ただ洪水がすごい多かったために1897年に改修工事を始め、今の直線の進路の神通川になりました。ということで今回はそんな歴史も含め神通川の始まりを探していきましょう。神通川何が素敵って、神が通る川って書くんだから。それでは早速行きましょう。ラック、さあということでやってきました。雨、いや雨じゃない、雨じゃない、これが富山湾ですか。あーすごいな、激しいな、激しめだね、激しい、なんかだいぶ海が迫ってきてる、なんかやばそうやね、もう氾濫しそうだ、怖いな。ロケハン来た時もっと綺麗な感じで、なんか今もうなんかすごいもんね。はい、ということでこちらが神通川の終わりの方になります。だいぶ海水すごいね、あそこら辺まで結構海水かぶってそうじゃない。そうやな、ここが神通川で、今いる場所が草島で、神通川ここにあるんですけど、その横に富岩運河があるんですよね。ああ、あっちね。で、あっちが富山港ですね、岩瀬港とも言われていますが、はいはい、昔はそこで物資運んできて、富岩運河で富山市街地まで運んでたという場所ですね。さあ神通川を横目に、こんな時間に河口いる人誰もいません。あー見えますね、こっから神通川が。通りのすぐ横は畑とかって。お前やな。あーでも畑じゃない、ほら畑畑。本当や本当や。はい、一級河川神通川は鮎ですね。神通川やっぱでかいからかかる橋も大きいよね。あれが河口になります。だって途中神通川見るためのところでしょ。なんかダイブできそうやけどね本当やね。神通川はダムある？ダムあります。今回ちょっと立ち寄るんですけど、神1ダム、神2ダム、神3ダムです。そうだそうだ、こちらもね歴史あるんすよ。あーそして今ライトレールが通ってましたね。そうだね、駅までは神通川沿いにライトレールが通ってるよね。だから富山港と富山市街地を物資運ぶために作られた鉄道だったんですよね、ライトレールが。ライトレールというよりも富岩鉄道っていう名前で作られて、でその名残が現在の富山港線。あ、じゃあライトレールとね。そうそう、ライトレール、これ名残なんですよね。でさっきから富岩富岩言ってますけど、はい、この富岩っていうのが富山市の富と岩瀬の岩で富岩運河なんですよね。確かに意外とこれ知らない人いるんですよ。でこの富岩運河作るために削られた土が神通川埋め立て工事にも使われたんですよ。へえ、めっちゃすごいじゃん。この細いやつが富岩運河で、これ神通川なんです。さあそして国道8号、この中島からちょっと上がってるじゃないですか。ここが毎朝混むのよ神通川越えたい車で混むのマジで関西公園から出発してる水上ライン、船の遊覧船が出てるんですけど、はい、あれはまあ言ったら昔の富岩運河で実際に船が走ってた道を走るってことでしょ。あれはそうです、中島港門読めんよね、あの港門。この道もよく富山県民利用しますからね。あれだどうする。いやいやいいです、うん、そんな時間はない。こういう富岩運河を通るのに使ってた門があります。こちら昭和の土木建造物では全国で初めて国の重要文化財に指定された場所となっております。中島校門ですか。そうなんです。すごいじゃん。富岩運河沿いはさ、ランニングしたり犬のお散歩したり、桜もね結構綺麗だからお散歩するコースのイメージ、もう富山県民には馴染みありまくりの道ですね、はい、さあこちら、はい、富山県美術館です。ここもずっと工事してんだよね。そうですね、来年の2月15日
日までだよ。でも、もうそろそろや。もうずっとやってたもん。おーすげー、富山駅が見えますよ。というかこの神通川の真横に富山駅があるっていうのは結構すごいと思ってて、あんまなくない、川沿いに、はい、そうだね。欅通りですか。はい、欅通りで空港線とも呼ばれます。富山空港も神通川の横にできてますからね。そうだね、神通町、神通川で栄えた町や。五穀神社とかもさ、神通川横にあるもんね。そうだね、学校がいっぱいあるんですね。そう、芝園中学校の横に中部高校があります。元神通川あった道。おー、はい、そういくか。さあ、ということで、はい、こちらになります。何これ、船橋止め。はい、こちらが神通川に船をかけてた場所になります。だからこっから右側が全部神通川だったわけです。あ、そういうことか。そういうことです。こうやって流れてたってこと。そうなんです。すごい。神通川っていうのが流れ激しくて橋かけにくい川だったんですね、うん、なんでその点船っていうのが適してたっていう感じですね、うん、この船橋っていうたもとに鮎の寿司っていうのを売ってたんですよ。それが今のマス寿司の原型になります。ここに鮎の寿司があったから、それがマスの寿司になって富山の名物になってる、ね、なので神通川近くにマス寿司のお店いっぱいあるんですよ。あー、なるほど。そういう理由である。ここが北側になるんですよ。じゃあ南側同じのあるんで行ってみましょう。この辺りの地区、マス寿司屋さんなんてこんなに多いんやろって思っとったんやね。そうでしょ、船橋北町、ちょうど今北だったからね、北側からね今歩いて。こちら目の前のが松川なんで、これがもともと神通川だった名残になってます。ここまで埋め立てて残したのがその南側の松川一本のみってことね。そうなんです。うわー、すごーい。はい、こちらがそうですね。すごい。こんな感じで、これさっきのところの灯台があったところや。そうなんです。船ある、船の上渡ってる。こういうの珍しいから全国的にも有名な場所だったらしい。まあでもあんまりさ、昔の風景画とかで見ないもんね、船の上に橋渡ってる。そうだね、見てこの橋船になってるよ。本当や、船になってんじゃん。船だ。残してる、ちゃんと。残してんで、向こうもなんじゃん。向こうも、向こうも、向こうも、そうだ。こちらが南側になりますね。しかもこれ船橋っていう橋なの。そうだ、ここ船橋。おしゃれ。おしゃれだね。おしゃれすぎ。あら、常夜灯もあったんですね。素晴らしい。これ面白いんだけど、歴史見たら。ちょっと揺らせきたよ、揺らせ。え、お前。一人しか乗ってない。だから本当に神通川の真横に富山城があったんですよね。昭和10年に埋め立てられてる。だからちょうどこの1930年あたりに富岸運河の工事が始まって、それと同時に埋め立て工事も結構並行してたんですよね。神通川の歴史分かったということで、はい、今序盤も序盤ですね。お前、またもう終わってもいいぐらい。いや、まだ全然よ。あっち見てからか。あ、あっちも行きます。わざと木っぽくしてるんじゃない。あ、本当だね。ね、これもだって木っぽくしてんじゃん、金属だけど。あ、昔の船橋の雰囲気めっちゃちょっと今日すげえ教養番組になってるわ。え、行きん時もそうだったじゃん。あ、そうやった。いや、ちょっとすいません、見落としてました。これ地面も船橋の歴史残すんだぞ精神。行き気づかんかったわ。いや、そう、恥ずかしい。今ぼーっと歩いてて船じゃねってなったわ。いや、結構ずっと続いてんじゃん。本当よく見たら。ということで神通川沿いに戻ります。で、神通川を語る上で外せないのが目の前にあります神通大橋です。はい、こちらですね、1903年に当時は木でできた神通大橋だったんです。で、現在の橋はこの青色の方が1952年、下り側が1969年に作られました。だから今あの埋め立てたって言ったじゃないですか、うんうん、あれと同時期に作られた橋でもあるんですよね。で、こちらが神通川の横の桜並木になってますね。あ、そうそう、なんかさ、桜植えてあるところって埋め立てたところのイメージない。そうなんです、川沿いに桜が多いのはみんな見に来るじゃないですか、桜を。それで埋め立てるっていう、そういう作戦で桜植えてるんですよ。そうなんや。組んでもらうために、組んでもらうために。富山大橋です。新しくできて佐田さんが関わっていた橋です。私が若い時に働いとった会社で設計してた。設計した。すげえ。神通川沿いにマスの寿司。おー、千歳さん。県道7号だ、八尾肉県道7号。そして神通川といえばエッレ。伊田川渡って分離だよね、これも。先ほど伊田川ありましたけど、神通川って昔からあった名前じゃないんですよ。もともと宇佐田川、有曽川、岩瀬川など言われていたんです。へー、その土地その土地の人たちが勝手につけてたみたいな。あ、そうです。だから大昔大友のやかもちが川の名前使って歌作ったんですけど、それは神通川のことを言ってんのか伊田川のことを言ってんのか、またまた違う川を言ってんのか。神通川が神通川って言われてなかったがゆえにだね。そう、神通川の
名前は一応諸説あるんですけど、どちらも神が通られた川っていう意味ですね。この橋もすごいよね。大きい有沢橋もねマジで混むんよ。だからやっぱねみんな神通川渡るのに毎朝毎朝必死なんよ全部の橋混む混む。神通川渡るのこんなに大変かっていうぐらいもうみんな橋の上で止まってるこの川沿いはあんま混まないよね。県道7号はい抜け道です。そして府中大橋ですね。これ府中大橋はもともとお金かかったんだっけ。料金所みたいなとこありますね。そうなの。知らん知らん。大昔大昔じゃない多分つい最近の話だと思う。これあるある。府中パークゴルフ協会か大会みたいなしてますよ。リバーサイドあるあるなんよ。富山やっぱさ川多いからパークゴルフ場多い。そして左側に見えますな富山キトキト空港です。この富山空港なんと日本で唯一河川敷に作られた空港となっております。唯一素晴らしい。富山県には最初に行った河口あたり軍事用の空港あったんですよ。あ、もともとあったんや。もともと空港あったんですよ。ただ GHQ に解体されてしまいまして、で新たに空港を作ろうとしたところ、河川敷は土地買収や住民の反対が少ない、とにかく安く作れるっていうことでここに作りました。設置理由がお金ですか。まあ大切だよね。あと滑走路も短かったからもともとあった浴衣に移設しようとしてた。あ、そうなんだ。痛々病資料館ありますね。やっぱ神通川といえば痛々病なんで。痛々病は大正時代から発生した神岡鉱山という現在の岐阜県飛騨市から排出されたカドミウムが神通川を汚染して起きた病気ですね。詳しくは痛々病資料館行ってください。ぜひ無料なんで。メッキじゃん。あー懐かしい。メッキのこれ発電所ですよね。懐かしい。メッキの交差点。あー来た来た。皆さんここが鬼滅の刃の聖地です。懐かしい。ここでさ二の肩した。いやせっかくなんで神通川、はい、触れに行きましょう。あのメッキの動画で私がここの水辺プラザで買ったお菓子が、富山のアスイバで佐田有沙さんが美味しいと言ったお菓子みたいな感じで紹介されたんですよ。有名人じゃん。いやだから私もびっくりした。あのメッキ紹介したってまだそれこそで、ね、1万人ぐらいの時だったでしょ、うん、だからそんぐらいの時からさここの方取り上げてくださってた。川は意外と気が短い。危ない。神通川危ないんだから。あめっちゃ鮎釣りしてる人たちいるじゃん。ほんまや。いやあの感じだとあそこに通じてない。クリスタン、ねえ、ねえ、なんもない。マジで死んだと思った今。岩肌なんかすごいね。しかもここだけえぐいね。あっちは穏やかなんですよ。釣りしてるから。降りるの？え？降りるよ。俺はワークマンの1000円の長靴で今日も安全だよ。さっきめっちゃ滑っとったよ。ここでもめっちゃ激しいね。これめっちゃ怖くない？怖い。あー。そんな冷たくないね。ねいやーでも20度ぐらいだね。うん、20度ぐらいだと思うよ。通行止めなんで、2人行けそうだね。え、ちょっと待って、乗っかった崩落のため通行止め。この先通行止めがあるよってことかな。あ、でも向こうから来たよ。本当だ。これって今行けないんですか。風の家のとこまでは行ける。あ、じゃあそこまで行けるんだ。すいません、ありがとうございます。すいません。これが新婦新婦大橋大橋です。ここまっすぐです。はい、まっすぐ行って右です。おー、でマジで鮎釣りしてる人いっぱいいるな。時期なんだね。6月から11月までかな。夏は大きい鮎のイメージで、これぐらいの時期は子持ち鮎でちっちゃいやつをいっぱいなイメージ。なちょうどウェンディのところにジンサンダムがあるのでそこに行きたい。いやなんか大サウナに入ってくって感じする。ここ来るとマス増殖場。そうなんや。あれマスそうやん。養殖じゃん。確かねこの塩っていう場所に北陸電力発祥の地があったんだよ。へえ。あここ、これかな。ぽい。あこうん、ちょっと違うな。いやこんなんじゃなかったよね。わかんない。なんか道路作ろうとしてますね。あ、ほんとだ。なんかこれなんか作ろうとしてたね。これなんですか。ちょっと視聴者の方コメントで。あそこ2個だけだよ、ね、お願いします。え、お北電だ。北電だ。これちょっと止めましょうか。こちらが北電の元のやつですよね。富山伝統発祥の地。北陸地方で最初に電気事業用として電気の明かりを輝かしたから、やっぱ北電の始まりなんですね。資本金10万円の富山伝統を設立しって書いてあるよ。でも北電発祥とは書いてないんか。確かにどこにもさ今の北陸電力ですとは書いてないな。そうやね、後で調べます。今の北陸電力の走りが富山電灯。まあ多分そうやと思う。雲めっちゃ近くない。やばいじゃん。今からあの山越えるわけでしょ。神通川を走ると高山本線ですね。おー高山線。右が春日温泉って書いてる。ガラクも神通川の真横だもんね。リバーリトリーとガラクって名前だもんね。おしゃれ。佐田さん結婚式した場所もガラクですよ。そうなんです。前日に雨やと濁流になるんで、うん、それはもう運って言われて人生の節目に神通川、神通川があったわ。これが笹津駅じゃない。あ、ここ笹津って言うんや。お、雰囲気めっちゃある。いいですね。変に新しくしてないところがいいね。右ですね。県
底公園神通橋って書いてある。はい、来ました。ここがまた綺麗なんですよね。こっからねエメラルドグリーンになるんですよ。行けないんじゃない、神山ダム。行けない、さっきの場所から丸々行けないんだ。あーでもすごいペケです。ほんまや、すんごいペケじゃん。ペケペケされてるじゃん。神通川危ないよ。神山ダムなんかあったの？嘘でしょ。まあじゃあ、おー来た、神2、神2。こちら神1、神2、神3ダムは北陸電力が持っているダムとなっておりまして、前回庄川行った時関西電力多かったじゃないですか。そうですね。実は黒部川と庄川の水の利権関西電力が持ってるんですよ。そこで北陸電力が新規電源開発で目をつけたのがこの神通川なんです。だから神通川は北電なんですよ。北陸電力神通川第二発電所かな。第二発電所、ちょっとこの上歩けるんですよね。今まで関西電力ばっかりだったけど、僕でも頑張るぞということでできたダムなんで、これを取り上げてくれよって感じ。おお、すげえ。なんかすごい変なんいっぱいおる。何あれ、何あれ、あれは石仏。その動画もあります。いろんな顔の石像があります。パイオマンクリ食べながら行ったよ。行ったね。おさなと言ったらパイオマンクリだ。そうなんだよ。だから今神1神2神3あるんですけど、神3ができたから神2でも一気に放出できるようになったんですよ。そっか、神3で止めれるからか。そう、いやでも綺麗ですね。いや、あの周りのさ雰囲気がいいよね、うん。そしてこちらが国道41号線にもなってて、はい、車通りが多いです。私神通川が好きすぎて、さだ、うん、チャンネル、私の個人のチャンネルがあるんですけど、ああ神通橋でお昼ご飯食べる動画上がってるんですよ。まず個人チャンネルあったんですか。個人チャンネルあるよ。あるんですか。私の一押しスポットがあるんですよ、はい、行っていいですか。いいよ。本当に晴れてる日、本当にそこがいいんですよ。本当に楽しいと思うけど。急に自信なくなってすぐ横ね、らっきょ館っていう温泉施設なんですけど。本当だ。ここの上でご飯食べる。なんじゃそりゃ。今日はさ雨降った後だし、はい、天気も悪いからあれなんだけど、はい、いつもだったらここすごい天気良くて、うん、この景色眺めながらご飯食べるのが好き。こちらの映像をご覧ください。いや、どれどれどれそれどれ、サダチャンネルのデータじゃん。あら、またなんかあるよ。あれや、またなんかねえ、牛とらうえとありますんです。すげえ、ね、そう雲すごいな。秋になったら紅葉すごいんでしょ。さあ、こうてんこ盛りがありますね、はい、キャンプ場だよね。面白い名前、はい、そしてこれ何度口名ですか。ニレハラじゃない。ニレハラか、今日覚えてますね。やっぱ難読地名何回もやってるから。ここら辺になると岐阜からやってきたでかいトラック多いですよね。本当だね。あー懐かしい41、つい最近名古屋から帰ってきたですね。動物中に見てるのハクビシン、日本カモシカ。カモシカです。すげー、富山ならではだね。ここになるともう神通川を何回も渡ってたね。神通川すごい川幅狭くなりましたね。これでしょ。あ、そうですね。あら、また日本カモシカじゃない。あら、本当すごくない。わー、ちょっと濁ってんね。だいぶ濁ってるわ。あー、 HC85 特急ヒダや、特急ヒダ初めて見たわ。ちゃんと私も初めて走ってんの見た。あれだから新型だから新しい。あ、そうなんや。そう、これの右側地位置だ。え、あ、昔のトンネル、こんなとこトンネルあったんだ。閉めるんやったらちゃんと閉めて。上隙間あったね。さあ、これが地位置ダムになってます。おー、そうか、獣道、ま、前のトンネルだ。神一ダムが結構古いからその時の感じか。え、これ階段。本当や。何ここ。これが一番最初にできたダムですね。うわ、すげえ、岩肌削れてる。すごいね。上流でせき止めてるからってこと。なんかね、ガラッからの水がめっちゃ茶色く濁る時もあるから、やっぱそういう時は放流されたらってことかな、うん。ここもう通行止めになってるんですけど、この橋からの景色ちょっと良さそうだったんで。どう。おお、すげえ、めっちゃ水少な。でも綺麗ですね。うわ、綺麗綺麗。さあ、そしてこちらが坂田金次ゆかりの地になってます。金太郎の一段階行く。じゃあ戻ります。はい、ここでもう全止めしてるのにあんだけ流れてたってすごくない、うん、1ミリも出してない1ミリも出してない、出してないのにあんな川流れてんだ、うん。あー、700メートル先、細入り。神通川のアユを食べましょうよ、はい。ね、食べれるんよ。そう、後ろに。こんにちは。2つ、2つでいいです。お餅アユの塩焼き2つ。2つ。あ、早っ早っ。やったー、すだよ。あゆよしさんってすごい有名なんですけど、はい、いろんな人来てて、うわ、柴田さん来たんやと思ったら違った、はい、柴田家にて家行ってる。本当だね。でかっ、大きいよね。このスペース初めて。お酢ちょっと垂らして食べると美味しいよね。子持ちあゆだからすごい腹パンパンやったもん。このまま行っちゃおうか、はい、うん、めっちゃ美味しい。
程よい塩加減です。ありがとう、あゆよしさん。あら混んでるね、片側通行なんよ。ほんまや。あ、でもちょうどそこ赤だからか。さあ、ここから井の谷まで 1.6 キロは連続雨量120ミリになると通行止めになります。なんで片側通行なんやろね、はい、あ、これだから新しく作ってるやつじゃない、だから雨量でも大丈夫になるんじゃない。あ、そうだね、いや、でもそうだよね、ここ。あ、そうだ、そうだ、そうだ。うわー、すげー、すげーの作ってる。やっぱり神通川を越えるためにずっと大きい工事してたね。おお、新しい。ここ41号線、41で新41みたいな。あ、じゃああっち41になるんか。そうやね。うわー、すげーな。他のお越しをお待ちしております。ありがとう、富山市。はい、今めっちゃ綺麗になってますよ、す皆さん。でもすごい、だいぶできてるな。一回神通川の始まり見ますけど、そこ見た後こっちです。360号、こっち行ったら宮川沿いになるんです。可愛いっていう名前もなんかね、川がぶつかるイメージよね。ちょっと見えないね。まあでも過去動画あるからそれでいいかもね。そうだって前回ここ降りてたやろ。そうやね、ここ降りてたけど。で、ちょうどこちらが高原川かな、高原川で、こっちが宮川になってますね。宮川はめっちゃ綺麗じゃん。こっち、高原川、長野側は雨で降ってたって感じなんで。この境界線の動画はありますんで、これ見てください、はい。あっちまではちょっとめんどくさい。こっちが高原川になってますけど、今回は宮川の方に行くので、もう一回 U ターンします。あー、そうやね。あ、でも本当に合体してるじゃん。ね、ちょうど合流した2個。こ、うん、こから国道360、宮川町。宮川温泉って書いてあったよ。なんかやばそうやで、360。とんでもねえとこに漫画王国あるじゃん。漫画王国すごいね。なんでこんなとこに漫画王国作っちゃうの。こちらもう完全宮川になりました。あ、でもここあれだね、まだ富山なんか。あ、富山市やってる。だからこっちは富山やけど、宮川挟んであっちは岐阜。あ、すごいね、宮川は富山通ってるんじゃん。同じ富山市民でも全然違うね。何このとこ、ね、新しいね。こんだけ綺麗やの、車マジで一個もマジでないないね。すごいね。国道41が崩れたら一応こっち使えるよっていう感じかもね。この下が高山本線なんだ。下っぽい、ね、下っぽい。で、これ渡ったら岐阜入るはず。あー、なるほどね。川の途中で。いけいけいけ。岐阜県東。おー、高山本線。おー、すごいすごい。すげー。なんかここすごいね。何これ。橋とトンネル一緒になってんじゃん。本当に橋。橋でトンネルってすごくない？おー、すごい。下はね。ねえ、どうなってんだろう。どうなってんだろう。宮川続いとるよ。360、ほんと新しいな。ね。めっちゃ綺麗。あら、漫画王国。800メートル先。どこ？え？あー、で、左か。漫画王国行けないじゃん。あ、宮川綺麗だな。めっちゃ綺麗。何これ？何これ？橋じゃないの？ああ、あったんだろうなっていう感じか。え、めっちゃなんか出てきそうやん。これまあ本来の道じゃないか。怖っ。いや、いい。もうめっちゃ石落ちてきとるんやけど。うわうわ、パンクする。怖い。怖い。ああ、戻ってこれた。よかった。びっくりしてます。この先100メートルに何があるの？びっくりしてるよ。もうまっすぐ行ってぶつかっちゃうってことじゃない？すぎめ。スリップ注意。あ、ここで曲がりすぎて。ギュッてあって、ここでスリップするのか。なるほど。え、右が漫画王国。じゃあ漫画王国ちょっとだけ見ます、うん、あー、車いないですね。マジで？私5年ぐらい前に来た時もうちょっと。え、来たの？人いた。中には入ってないの。あ、そうなんや。いやー、いい場所でしたね。いやー、本当に。いい場所だった。宮川、なんかだいぶ穏やかだな。これが国道300160だぞ。狭いぞ。この先またすれ違い注意。おー、360だと多分突っ切れる、はいはい、でも昔の道路だったら宮川沿いにずっとある。さあ、どっち早く終わる方いいですか。アイドルアウサー。あ、でも通行止めなんか。いや、どっちみち通行止めだ。あ、行けないわ。行こうと思ったんに。どっちみち行けないじゃん。行けないじゃん。宮川沿い。360号行くしかない。左です。平成橋って名前だよ。新しいね、でもこの道路。やたら新しい。あの標識に通行止めって書くって、もう一生通行止めってことでしょ。2、3年前に多分通行止めだった。そうなんや。もう道なき道ってもんね。本当や。でも高山本線は未だにあるってこと。高山本線も昔どっか崩れて、富山まで来れなかった。あ、そうなんや。おお、23度やって。まあ、でもちょっと秋っぽいもんね、この辺りの。ああ、そうだね、うん。秋を感じる。まあ、川もだいぶ穏やかじゃない。穏やか。板倉の里。ちょっと町っぽい。ああ、棚田あるよ。ああ、ほんとや、ほんとや。すげえ。宮川と高山温泉と共に360あるんやな。この水量とは思えないぐらい、高原川との合流地点結構あったよね。そうやな。これ右、ちょっと入れます。いや、ここ、比叡地震があった場所らしくて。この比叡地震で立山連峰もすげえ崩れて、だから神通川も洪水とか起きたりしたらしい。富山県の神通川の資料でもよく出てくんねん。ほら、富山もめっちゃ揺れてるんですよ。本当だ。てかほぼ富山揺れてない。さあ、この橋またいいですね。おお、すごい。ずっとここ宮川なんだ。だからあの庄川町みたいなもんよね。
川の名前がついてる。ねね。え、何？ライト可愛い。お前。なんかいる。誰かいる。誰かいる。え、待って、カッパいた。カッパいた。あっちもいるかな。あっちもいる。カッパいた。カッパいるんじゃない？いるいる。あ、カッパいる。カッパいる。ちっちゃい設定ですね。めっちゃちっちゃい設定じゃん。もともと宮川っていうのはこの川の源流付近に飛騨国の一宮である水無し神社があったことから宮川っていう川の名前がついてます。ここはだから飛騨国なんですかね。お、あら、ダム、ダムあるね。これ何ダムですか？何ダムか乗ってないな。いやでもダムやっぱあるね、この宮川に。わ、めっちゃでっかくなってる宮川が。本当や。やばい。うわ、めっちゃ水位。おー、すごーい。やば。宮川さっきめっちゃ細かったのに、ここもまだ宮川町だ。ずっと宮川町だね。ね、大きいんですね、宮川町。そうやな。岐阜に入ってからさ、もう30分以上さ走ってるよね。はい。やっぱ岐阜でかいね。30分走っても景色なんら変わらない。阿茂峠っていう。あの峠この前入れんかったとこじゃん。そう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 。こっち白川郷行く道なんですね。ほー、あの峠がこっから国道471号になります。ほら、神通川といえば北電と思ったら関西電力があるぞ。ここから関西なんやったらもうずっと関西。いや、それ黒部ダムから関西やからね。黒部ダムなんで関西なんやってちょっと思ったよね。黒部ダム関西はすごいよね、うん、すごい。めっちゃ川沿い走れるから上流に向かってってる感じがするよね。うわー、すげー、すごい。宮川橋みたいな感じだね。全然やっぱ雰囲気違う。違うね。なんかついこの間もこういう道通ってなかった。うちらこれ実はここから41合流します。マジで。さすが浅田さん。そうだよね。よくわかったね、ここ通ったって。なんかすごい見たよ。ここタオルめっちゃ美味しいよ。あ、そうだ、タオル知ってんの。何回か来た。これだって左行ったらすごいだもんね。ここはもう佐田さんの庭みたいな場所でしたけど、まあ、よく来るんでしたっけ。よく来るんですよ。でもよく来る。いやー、41です。41でした。いや、急に車多い。待って、これ宮川なの。これ宮川。これ宮川です。知らんかった。これさ、今こんなんじゃん。大雨の時とかすっごい水位上がって怖いなって思った時もある。これ神通川だったんだ。これじゃあこの通りに道の駅あるんじゃない。アルプで桃川と。桃川とね。おー、名古屋。名古屋。なんか名古屋や。行けない。なんかもう空の感じ違うもんね。いやー、穏やか。おー、宮川。あ、なんかいいね。飛騨古川の古川って宮川のことなんじゃないの。あー、そうかも。はい、アルプ飛騨古川。ちょっと調べたところ、うん、このソヤナ、2022年7月にオープンしたそうです。あー、もうちょうど1年。まあ、こっちは別に元々あったやつで、はい、こっちが新しいんですよね。で、こちら宮川。正規の道じゃない感じ。正規です。なぜなら階段があるから正規です。はい、こちら宮川となっております。素晴らしい。触れるけどちょっと遠い。川乗ってません。そうだよ。これだって庄川は乗ってるよ。神通川乗ってるよ。本当よ。宮川と宝川は乗ってないんですよ。いや、ちょっと舐められてますよ、宮川。違うでしょ。絶対ぐちゃぐちゃなるからでしょ。確かに。じゃあ、あとちょっと行きましょう。頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう。まあでも、そろそろ高山市じゃない？結構来たね。川の始まりを探してただけなのに、こんなとこまで来ちゃってね。おー、入りました。高山市入りました。国宝がある。ほら、飛騨のコシヒカリ。ジェイさん。ジェイ、目立つね、ほんとに目立つわ。あの山の向こうか、めっちゃ晴れとらん。ほんまや。あれもう名古屋でしょ、あそこ。あれ名古屋だ。名古屋だ。嘘、岐阜ちっちゃ。あれ、富山。富山。北陸富山宝船って回転寿司ある。寿司のイメージは富山みたいな感じだね。あー、そうかもね。川沿いは左ですけど、まっすぐ行きましょうか。これだって新しくできたバイパスなんですよ。すいませんね。これでまた、左行ってほしかったって書かれるんですよね。あんなに大変だった名古屋の動画でさえも、うん、もうちょっと次は寄り道してください。無理だよ。7時間以上かかる。帰ってこれなくなっちゃう。ほら、だいぶ宮川から外れますよ。あら、ここは高山インターって言って中部縦貫道です。はい、オールドプライベートハウスイズ。ほんと古いプライベートの家。そうなんや。これが高山市街地か。わー、なんか良さそう。おらら、おー、すげー。何あの通り。あー、すげー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 。ここでしょ、これ絶対すごそう。そうそう、この通り、この通り。なんかみんながめっちゃ歩くところがあって。あー、あるね。ここ左で駐車場で、で、こっち、うん、こっちから行けるって感じです。お前、ほんま、うわ、すげー。確かに宮川沿いだったな。さっきの橋も宮川だもんね。うん、右側ずっと宮川だった。宮川ですよね、これ。これ左行ける。水無し、水無し神社行きます。おー、水無し神社。宮川ではなさそうだ。ちょっと分岐してるんか。めっちゃ立派だね、これ。すげえわ。すげえ。お、何これ、ネジの木だって。ネジ曲がった珍しいヒノキ。あ、あれやりたい。ハートやりたい、ハート。バリ今時なんだけど。あー、いいね。これすごい立派だね、本当に。はい、見てください。みなしの神です。
みなしの神、みとし大神、ひな川の水の主でみぬし。あ、神通川書いてあるよ。本当だ。宮川って書かないんじゃない、神通川、ひな川のみぬしなんだ。そうだね。じゃあちょうど本当に分水嶺のところに作ったっていう感じなんですね。ね、ですね。ということで、じゃあ上流目指していきましょう。この辺りの地区は一宮って名前なんだね。うん、下呂の人もここまで来て、じゃあ下呂も飛騨国だったんかな。あれ道の駅あるじゃん、モンデウス飛騨。何モンデウス。はい、ちょうど宮川の横通ってます。いいですね、宮庄と宮中があります。宮中かっこいい。宮中え、しかも木造じゃん。宮中、宮中めっちゃかっこいいじゃん。全部木造だよ。宮庄は宮庄、宮庄、宮庄はコンクリートです。何あの昔ながらの学校、かっこいい。めちゃくちゃかっこよかったね、うん、育ちいい子たち、うん、ね、なりそうだね。え、モンデウス行く？モンデウス向かってます。もちろんモンデウスってなんかね、やらしいんだな。いやそっちモンデウスないでしょ。さあちょっとややこしいですよ、ここ。はい、山向かってますよ。いいですね、急にガチで始まり。もう山登り始まるからね。標高1529メートルの山、暗い山。もともと暗い山国際スキー場っていう名前だったらしいです、うん、モンデウスとは。ちょっとなんか名称を変更しましたしか載ってない。峠じゃない。あー、そろそろ。あー、なんとモンデウスのところだ。ここです、モンデウス飛騨、暗い山のところにあります。こちらに分水嶺があるということで。暗い山なんだ。ということで、モンデウス、飛騨、暗山スノーパークにやってきました。分水嶺書いてますね。書いてます。で、今調べたところ、モンデウスの意味、マウントゼウスの造語となっており、神の山から来てます。あ、これじゃない？そうや。これです。あ、書いてるわ。南へ流れる水は増田川、飛騨川、木曽川となって太平洋に注ぎ、北へ向かう水は宮川、神通川として日本海に注ぎますって書いてある。こちらですか、こちらですか。どこ、あそこ、ん、どこどこ、あれ、水不足。水不足じゃないの、ここじゃん。え、どっからこうなるんだろう。本当はここからこうやって、ああ、なるほど、そうかもね。こっから来てここで分かれるんかもね。この動画がいいねと思ったらぜひ。ちょっと待って、川流れてません今。あ、実は地下流れてる。地下流れてるじゃない。地下流れてますかね。うん、ここ3年ぐらい流れてないんじゃないかぐらい草生えてない。あの雪解けの後は多分流れてるじゃない。ああ、そうだね、雪ないもんね今。春見に行こうよ。あら、ちょっとあるよ。あるじゃん、水たまりみたいな感じだね。流れてます。地下こう通って流れてんじゃん、流れてんじゃん。もう何なの、何なの、もうすぐそういうこと言うんだ。言ってよ。あ、すごいすごい、わかりやすい、めっちゃわかりやすいじゃん。わかりやすいですよ。ほんとや、今日ここから来た、うちらここまで、すげー、仲間ある、すげー。名古屋の人もびっくりですよ。いやそうだよ、ここですか、木曽川、飛騨川の始まりはってなるから。そうだ、木曽川はここだよ。暗い山から染み出る水ですもん。あ、なんだよ、染み出てんだよ。染み出てるから、歴史知れてめちゃくちゃ楽しかった。これがいいって思えるような年になったんだね、私なんか意外と思った以上にスピリチュアルな感じでよかった。マウンテンゼウスから来てるし、うん、そもそもは神通川も神様がいる川だから。本当だね、繋がってるね。暗い山からなんか繋がってる感じがあって。あ、そうかもね。なんか神秘的じゃない。なんかますます神通川のこと好きになりました。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、メンバーシップ登録お願いします。それではありがとうございました。これもしかして水出るんじゃない、進路を迷う。ちょっと待って、これだからこっちは太平洋でこっちは、そうなの、押していいよ、出るかな。あ、出た。あ、お前どっち日本海側だ、日本海側や。え、面白い。え、そういう楽しみ方これ左右したね、水の人生、ユニークユニークな楽しみ方、面白い、いいとこだね。うん、ワンホーダーショー、ツホーダーショー、三四わらび、五になり、揺れて揺れて揺れるイカの気持ち、楽しいだけど楽してないし、 I hate you but you I love you、 不良依頼はお断り管理。